アレルギーがほんまにやばい。薬飲もう終わったら。突然ね、マジで今日髪型終わってる。ボサボサでごめん。今日のお供はペッポです。え、顔腫れてないで。全然くしゃみが出る。腫れてるように見える。え、かわいい。シンデレラ、シンデレラかわいい。シンデレラの靴かわいい。飛んでった。眠いし、もうくしゃみが止まらない。本当に。くしゃみが止まらんです。今日見て、よく見たらモフモフやねん服。ああ、マジでアレルギーが、はあ、でも薬も飲んで、薬飲んだら口が荒れるので飲んでないです。え、見てほしいところがね、今日さ。で、汚れた写真を敷いて置いてた。肘を、左利きなんですけど、左でそのままこうやって書いてる時に引きずってたらしくて、写真を。お母さん帰ってきたかな、15分する前に。まあ昨日の反省、昨日の反省もして今日2回しようと思ってたんですよ。昨日の反省も加え、お父さんかお母さんですね、帰ってきたの。どっちやろな、お母さんか。お母さんかな。今日お父さんは広島やったっけにお仕事に行ってました。多分だからまだ帰ってきてないかな。分からへん。どっちの声か分からへん。ブー太郎に話しかけるかなって声聞こうと思ったけど分からなかった。なんかさ、最近さ、マジメイクをめっちゃ変えたんですよ。ほんまにガラリと変えたの。なんだけど誰にもあんまり何にも言われへんねんけど。リップもさ、めっちゃ変えたのに。チークも変えたしさ、ファンデもパウダーももう全部変えたのに。まあファンデとかさ、パウダーはね、まあまだ気づかれなくてもいいと思うんですけど。そう、いいんですけど。広島にね行ってた。でもまだ帰ってきてないと思う。健全やめて。いつも健全やから。そう、お父さんもね、いろんな場所に飛び立って行ってます。夕食わからない。もう来たの、やばいね。そう、出張って感じ。でも日帰り、広島も今日帰ってくる。今日の朝出て今日帰ってきます。名古屋まで、大学ある時だけ名古屋と兵庫通ってる。
気になってマッスルマッスルマッスル。あ、そう、結構前、ちょっと前、結構前、いつやろあれ、時間がないからかな、制服の目かな、前回のちょっと覚えてないけど。可愛くなった、ほんまに。なんかいい、なんかあの理由はモフモフです。多分そう、もみじまんじゅう買ってくるわって言ってた。もみじまんじゅう買ってくるって言ってましたね。そう、レナさん、ピンクのリップってマジで似合わへんって思ってたんけど、最近ね、ピンクに挑戦してみました。リップクリームじゃないわ、リップを。なんか前髪がほんまにおかしい人やねんけど、マジでごめん、おかしい人やねん。そう、前髪おかしい人なんですけど、許してください。はい、許してもらって。ピンク可愛くない？リップ可愛いでしょ。マジでピンクのリップ一回過去に買ったことがあるねんけど、マジでほんまに似合わなさすぎて、まあ、多分メイクとかも合ってなかったと思うねんけど、ピンクのリップをつけれるようにここら辺を変えました、顔面を。でさ、昨日なんかお兄ちゃんに会ったんですよ、2番目のお兄ちゃんに会って、一緒に病院に行ってお見舞いに行ったんですけど、このさ、涙袋なんかあのマスクしなあかんくて、でまあ車で迎えに来てくれて、で夕方やし車で病院に行って、でなんかあの車を降りて病院のエレベーターに乗った時に、やっと明るい場所でレナの顔を見たらしくて、でその時にお前キモみたいな、なめくじやんとか言われて、その涙袋のなめくじ言われて、なんか褒め言葉やしとか言っといたけど、なんかキモー言われてさ、なんなんこいつと思ってレナのあの第一声、レナの明るいところで見た顔の第一声、キモー言われて、悲しい。なめくじに見えないでしょ、なめくじ褒め言葉やで、言って、みんな、なめくじって言ってください。ここ家賃500万円です。でもなんか涙袋ができた、涙袋ができちゃった理由、まあ今はね涙袋結構流行ってるからいいんですけど、なんかレナが涙袋がある理由は、もうちっちゃい時からよく笑ってたからだと思います。マジで笑ってたらほんまに涙袋出てくる、こうやって、こうやってさ笑ったらこう無にってなんねだから昔からよく笑ってたから今ね可愛く入れてるのかなって思いますね。なめくじとか言われてさ、可愛く入れてると思いますとか言ってほしいのどう、似合ってる、なめくじ、なめくじ似合ってる なめくじ、なめくじ左目の方が大きめ、なめくじやねんな、右目はちっちゃめです。なめくじ女がって言われても全然最高、ありがとうありがとうありがとうってなりますね、結構。でもなんかなめくじもう笑ったらできたんですけど、まあそれはね嬉しいんですけど、なんか笑いすぎてここのお肉がねついちゃった。まあ
これはね骨の形とかだと思うんですけど、これほんまになくしたすぎてさ、マジでどうやってなくなるんやろ。やっぱ取るしかないんかな、これ取る以外ないんかな。笑ったらゆきえさん、じゃあいやね、寒いから体調気をつけて、ありがとうね。マジ風邪なんかさ、風邪ひいてんのかアレルギーなんかほんまに分からへん。たこ焼きついてまえやん、ここに。だってさ、たこ焼きって普通さこうやってむにゅってやらな出えへんねんな。でもレナはこうむにゅってしてないね、こう丸にするやん手を。でするだけでもね、たこ焼きがね出るんですよ。だからね、そう悲しいマジで悲しいです。今日かきれな大学生ですかわいくない？服お揃いにしよう、みんな。これ服お揃いにしよう。ギャップの新作ハート、色地もあった肉目にすぎんねんな。たこ焼きは褒め言葉じゃない。お昼ご飯はあれですね。お父さんが弟のお弁当を朝に作るので、まあ、弟はまだ高校生なんですけど、で一緒に作ってくれる。まあ、土曜日にね大学とかある時とかあるんですけど、まあ、まだ過去に1回とか2回しかないけど。まあ明日はねちょっとお仕事だから行けないんですけど、みんなとね会う方をねちょっと優先させていただくのですが、ギャップマジこれ可愛すぎてさ、なんか他の色もあってめっちゃ迷った。でも後ろなんかお父さんになんかレナって結構服買う時ほんまに優柔不断すぎて、お母さんとかお父さんと買いに行ったらなんかほんまにどっちがいいみたいな、どっちがいいと思うみたいな、右か左、白か黒みたいな、マジでどっちみたいな言ってお父さんに決めてもらいました。お父さんは絶対白がいいと思う、じゃあ白でいくわって言って選んでもらいました。めっちゃ可愛かったね、他の色も。弟のお弁当作ってた。急すぎる？ほんま？確かに。パパさんも服買ってましたね。買ってました。なんか一瞬で決めてた、これでいいよみたいな。まあ、欲しいシャツが決まってたらしくて、まあいいんじゃないって。悔やまれる。当日券ない人多いな当日券ない人多ない。ちょっと流し髪型好き、ほんまに。マジだってもうこれマジ適当やで。適当っていうかさ、起きたらこの状態やからさ、あれな、前髪寝る前にもスキンケアするときにこうやって前髪して寝ちゃうから、これ寝るときの前髪やね。だから起きてもこれ食べ過ぎ？
食べ過ぎたん？幸せなことです幸せなこと、食べ過ぎは幸せなことだよ。いやもう最近食べ過ぎちゃう、よく毎日食べ過ぎちゃう。もうちょっと羨まですじゃあ来世は買い物に行きましょう。会いに行くぜ。わーい、嬉しい嬉しいぜ。劇場公演で劇団さんし、会いに来てくれないんだね。ね、ね、雪降ってるってね、よく聞く。沖縄じゃないわ、北海道も雪降ってるって。もう降ってるよね。韓国も雪降ってるって聞いたもう降るか、12月もちょっとでだよね。空降るよね。ね、昇格したらいろんな髪型できるの楽しみ。いいってて。ああ、食べ過ぎの中の食べ過ぎってことか。大変だ、それは。マネージャーとか経験ないな、今まで一回も。ないですね。マネージャーとか、どんなんなんやろ。楽しい？なんか、したくならん？自分が。プレイ。って思うけど。長野とかも降ってるよな。兵庫の北の方とかも降ってそうやけどな。まだか、さすがに。え、昨日、なんか夜に、え？雪？って思って。たら多分雨だった多分ね。かきれなだけない。なんでかきれなだけないんですか。何話したらいい。何でもいいよ。結婚式、え、明日結婚式なの。ほんまに。じゃあ知らないじゃあ知らないわ。じゃあ知らない。じゃあトリスタイヤに履き替えた。そんな結構ツルツルですかね。まあ、寒いよな。髪、いや成人式が終わるまで髪の毛切らないですね。え、成人式の髪型ってさ染めたらあかんのかな。まあ、その時のあれによるか、 SK によるか。真っ白にしたいんですけど髪の毛。真っ黒か真っ白。なんか前髪ほんまにおかしい人やねんけど。50センチ。へえ。兵庫の北の方まだか。南側がどこかわからん。兵庫の。じわじわ来たんよ。言い訳やん。じわじわ来たんよ。とか言い訳やで、そんな。の。染めたらやばい。真っ白にしたい髪の毛。真っ白にしたいけどダメですよね多分。きっとね、なんか若いうちしかできひんやん、真っ白とかさ、そういうのって。だからなんかそう染めたいですけどね、多分ダメですね。とりあえずなんか昇格して楽しみなのはピアス。こんなん取ったら昇格しても開けないでくださいとか言われたらほんまに悲しいけど何個ぐらい開けようかなピンとこへんよな。そう、夏休みとかね。いやもうネイルはね、ネイルはもうそんなん絶対やで。もうそんな次の日にするわネイルはね、ピアスいっぱい開けたい。でも閉じちゃったから、閉じて、なんか左耳かな、右耳や、なんか右耳のしこりが消えなくて、空間が閉じたところのピアスの、なんか多分その上からバチンっていったら絶対痛いやろうなと思ってる。
まあちょっとずらして開けようかなって。いや怖くない程度で開ける。うん、それな、なんかな、ピアス開けたらちょっとなんかファンやめますとか言う人が0人でよかった今のところ。嬉しい、尊重してくれそうな人ばっかで嬉しいですけど、なんか私って結構耳がちっちゃいんですよ。だからもうここら辺とかで2連しようと思ってももうここって結構軟骨の骨で結構痛ってなりそうやから、耳たぶの1個しか、多分痛くないとこってマジ耳たぶのここしか1個しか開けられへんねん。2連したいんですけど、多分2個目いったら軟骨やからめっちゃ痛くなると思う。まあそれ一瞬なんでね、痛みはそれはね一瞬ですからね。軟骨とか開けとう人おらんかな。元通信大学生マジ教えて、てか売って、単位売ってください、買います。どっちも開けるかな、自分で。地元の子に開けてもらうかも。なんか開け合いしてるよく、へそとか開けたいけど。へそって多分絶対許可おりひんからあかんと思う。でも高2でへそぴ開けようとしてたんですけど、マジで開けてたら多分 SK 受かってないからよかったって思った、思いましたね。鼻か、鼻はちょっと痛いしあんまり魅力的だと思いません私は。へそ、へそね、へそはマジで可愛いんですけど、本当に可愛いんですよ。へそってマジで可愛いんですけど、まあ多分無理かなって感じかな。へそね、へそはでも夏やん。でも温泉がれなめっちゃ好きやから、なんか温泉に入られへんねん半年とか、まあ、3ヶ月ぐらい例えばね入れると思うんですけど、一応半年ぐらいは入っちゃあかんみたいならしくて、それは悲しいやん。温泉めっちゃ好きやからプールとか、まあ、今年の夏は海にもプールにも行ってないんですけど、まあ、だからね正味へそはねいらんかな。でもアイドルしてなかったら夏ってもうほぼ毎日海とか行ってそうやから、へそぴかわいいやん。だからねあれなんですけど、まあ、アイドルしてたらね夏はね忙しいんですよ仕事でね。だから、まあ、いらんかなって思う。だから開けんでよかったって思いますけど、開けたいですよ。え、マジで楽しみ。昇格したらやりたいことたくさん。やりたいことたくさんだな。へその上ですね、へそぴは。温泉ね、温泉マジでもう入られへんのきついな、マジで。フィンとともに許す。かわいい、すまね、すま、すま水、すま水あったところあったやん、あの海遊館に、すま、すまなんちゃらなんちゃらみたいな。でシーワールドか、すまシーワールド、あそこ行きたくてさ、行きたいねんけど、まあなんかすま水のイメージが強すぎてさ、なんかめちゃくちゃ人が多いみたいな、シーワールドになってから。え、そうやね、若いうちじゃないとさ海もプールも行かへんやん、行かんくなるやん。だからさ、そうやねんな、シャチがおる。え、なんかなんやっけ、シャチか、シャチおる、おっきいの。有馬温泉いいよね、下っぴね可愛いよな、ここも可愛いけど、唇リップ
でもね、そんな多分開けられないと思います。でもなんかあの跡が残るやん、傷跡がね、へそとかもそうやけど、皮膚が分厚いところって、そうなったら後悔するかなと思って、それなら開けん方がいいかって感じやから、まあその時になったら考えます。はい。温泉ってさ、透明なさこっから手出てきた、ちょっと顎かゆうと思って。温泉って透明なさ、温泉ある？天然温泉とか、なんか濁ってる温泉しか見たことない、分からんけど。会いに来て、会いに来てください、会いに来てください。それな、昇格したら終わるって思われそう。箱根ね、箱根よく行くよ。箱根温泉行きます、行きます。あのロープウェイとかよく乗って遊びに行く。いや箱根温泉ってマジで綺麗っていうかさ、魅力的じゃない？なんかすごって感じじゃない？あのなんか下のボコボコとか岩の。下呂温泉行ってみたい。行ったことないな。透明なんや、しかも。なんかさ、箱根温泉のさ、あのテーマパークみたいな、いろんな温泉があって、あの水着で温泉入れるやつ、あそこ行きたい。楽しそう。なんか滑り台とか、滑り台とかってこれね、大丈夫。グーやめて、これよくレナが使うやつ。グー、かわいいよな。草津、あー確かに行ったことある気がする。あ、ユネッサン、それ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 、いた。逃走中で見たことあって、確か逃走中やった気がする。でなんかめっちゃ楽しそう。でもちっちゃい頃に行ったことあるらしいねんって、けど全く覚えてないからさ。待って、今年の夏一回も水着着てない気がする。うん、2着ぐらい買ったんですけど来てないわ一回も。悲しい。待って、今それ知って泣きそう、無理。下呂温泉行きたいな。滑り台とか、あの滑っちゃうプールとか行っても、ウォータースライダーとか。水着一回も来てないし、海も一回も行ってないし、プールも一回も行ってない。マジでやばいよな、ほんまにやばい。マジでやばいと思う。そう、白やった1個1着白で、もう1着が黒かな、黒やった。なあ、写真もないし、水着着たかったってか海着たかった。もうセクシーやからさ、ごめん、こんなもこもこ着ててもセクシーやのにさ、もう冬に、あ夏に水着とか着たらもう余計セクシーなってまうよな。マジごめんな、ほんまにごめん。こんなな、もうなんかモフモフの長袖でもセクシーやのに、マジでごめんな。あ、そうそう、なんかコーヒーのお風呂みたいな見た。コーヒーのお風呂ないしょ、どんな水着かないしょ。ナイトプールも行ってないね、今年。プール行きたいよな。え、嘘やん。水着って大体白じゃない？白じゃないか。分からん。プールか、見に行くな。どの先輩と行きたい？行けるかな。多分行けへん気がする、来年も。なんか地元の海に行きたいです、友達と。むせたやめて。いや、ナイスセクシーやから言っとくけど言っとくけどね。
ごめんセクシーで、あ、黒の水着はなんか結構可愛い系ですね。フリフリ系、フリフリ、白より黒の方、黒の、黒は可愛い系の水着買ったけど、マジで意味ない、意味なかった、買った意味なんか、夏になったら水着って欲しくなるやん、だから買ったんですけど、一回も白も黒も一回も着てない。グラビアの仕事来たら分からないな。フリフリの方が可愛くない？フリフリ、フリフリ可愛かったで。来てないけどな、来てないけど、一回も来てないけど、 見る分には可愛かった。フリフリ可愛かったですよ。可愛い系でもセクシー系でもゴーグルかけとったらマジでおもろいけどな。劇場でよく会ってるならもうわかるわ、顔見知りやで。そんなお隣さん、お隣さんです。いや来年も多分水着買って、今年買った水着は多分もう1回とかしか着ひんと思う。どこまで送っていいんやろな、写真って。送りませんけどね、もし来年来たとしても。プライベートできるから。そう、ガチ泳ぎしちゃうな、キャップかぶって、水泳帽かぶって。ビート板なんかいらん、いらん、いらん。ビート板なんか頼ってたらダメですよ、生き残れない、そんなん言ってたら。マジビート板のさ、あそこってマジ誰がかじってんのやろな。マジあれもろいよな、マジ誰がかじっとんやろ。まあ来年ね、来年の夏に切れたらいいですね、水着切れたらね、いいですけどね、切れるから。まあ着ても見せないけどね。でも見せないけどね、みんなに。来たとしても内緒ですよね、そんな。ガジガジかじりそうな歯してる、ガジガジ。さすがにね、さすがにね。まあまあ全然な、みんな興味ないと思うねんけど、ごめんな、ちょっと全然もう見せへんねんけど。そう、みんなな、まあ、見たくないと思うねん、全然全然見たくないと思うけどな。全然な、もう興味ないと思うねんけど。シャチの浮きは可愛い、確かに。別にな、そんなこと言ってないです、やめて。やめてやめて。やろ、それ見たくないやろ。見せてください、死んだ。見たいって言っちゃうやろ。ちょっとお仕事で水着は。お仕事で水着は結構確率少ないかもしれんな。水着ね、でもほんまに着たかったな、マジで。なんか着たかったっていうか、海に行きたかったな、マジで。海の横すら通ってないし、海に行こうっていう話すらしてないし、友達と。マジでなんか悲しい、普通に。なんかこのまま1年終わったんかって感じ。
このまま1年終わっちゃったって感じですね。夏何してたんやろ、レナ。9月とかやんな、8月とか。あ、まあもう周年の準備ですね。くびれパー見せとくな。そうするわ。夜ご飯はね、わからないですね。さあ、こうつもろ。多分海行ってないから、あの日焼けしてないんやと思う、今年。でも焼けた。日焼け止め塗ってないし、日傘も全然使ってなかったから、やっぱね、あの顔はねメイクしてたからあれやけど、腕とか焼けましたね。半袖の腕、腕か、やっぱ腕焼けてたと思う。一旦来てから年越すってこと、今年中に。海鮮の、え、いいね、いいやん、そういうのも。いいじゃないですか。最近な、レナって結構お腹とかにお肉つかなかったんですよ。だから結構なんかお腹はね、なんかまあ自信あったんですけど、最近お肉がもうやばくて、お肉乗ってるみたいな感じ。やばい、普通にやばい、お肉乗っててやばいです。お肉がね、お腹、腹にね乗ってますね。だらしない腹になってきている。俺の腹やばい、ムニムニです、マジやばい。普通にもう二段腹ぐらい。ほんまにな、やばい、痩せはほんまにやばい。なんか腹筋とかしなあかんと思う。なんか筋肉、筋力がなさすぎて、多分なんか、多分筋肉、腹筋がついてたらお肉もつきにくいと思うねんな。いやないけど、ほんまに筋力ないし、腹筋とかもほんまに1回とかしかできひんねんな。だからうん、ダメだと思います、そういうの。本当にね、本当にやばいと思う。鬼グーね、鬼クーグーってことね。弁当まだいけるか。いや、まだいけへんで、結構まだいけへん、全然まだいけへんで。いや、マジやばい。でもダイエットはしたくない、したいけど。一番きつい衣装、え、でもなんか私たちが着る衣装って誰かの衣装なんですよ。自分の衣装じゃないから、16周年のあの歌唱の時の衣装とか、自分のあの新衣装とか以外は、公演のやつも全部先輩のやつとかやから、だからなんか緩い方が多いかな。緩いなんていうの、調整なしで一回フィッティングして、でそっから絞ってもらうみたいな感じやから、あんまりなんか衣装はもうなんか誰かのやつやから、そうそうそう、あんまきついとかないかな。それはみんなやと思う。みんなね、フィッティングの衣装できついことってあんまないと思う。系統ってことやんな。お腹がゴムのやつの方がいいのかみたいなことやろ、分からんけど。どうなんやろ。いや、マジで言って、やばくなったらっていうか、もうやばくなる前に言って、もう今やと思う、それが。やばくなる前、今やと思う、結構。ほんまに、言って、言って。いや、マジでさ、あれな、ほんまに最近マジ、もうデブすぎてやばい。でもほんまに誰の衣装とかない。なんか結構時間がない公演とかも、私って結構本当にいろんな人のやつ着るんですよ。マジで。もう今まで5人6人ぐらい着てるから、なんか誰の衣装着てるとかも毎回分からへん。毎回衣装変わったりする、ポジションによってとか。だからなんかねえ、ワンタやめて。おもろい。だからさ、なんか分からへんねんな、全然分かんないです。
今誰の着てるんやろ。声出しはねミレイさんの着てた。ミレイさんの卒業公演前はクマさん、クマさんがいない時はクマさんの着てて、クマさんがいる時はココナさんとか、もう本当に結構なんかその日によって着るやつ違うみたいな。時間がないは今はおしりんさん、前回おしりんさんウエストめっちゃ細かった。おしりんさんで、おしりんさんの卒業公演前はアイリさんで、アイリさんの前はエンナさんで、でもなんかポジションによって誰のやろ、え、分からん、もうほんまにもういろんな人が来てる。その日とポジションによって全然違う衣装って。だからなんか毎日5着ぐらいフィッティングある時とかある。前回もねおしりさんのフィッティングしてその日に来たのでだからマジでおしりんさんほんまにあの胃袋ないと、胃袋臓器入ってないお腹に。クマさんもほんまにやばい。いやマジでもう絶対太ったけど、体重はな変わらんねんけど、なんかお肉がついてる気がすんねん。いや分からん、もう分からない。フィッティングティングですいつもね衣装がやばいってなったらね、どうなんやろな、なんか衣装であんま分からへんねんな。ほんまにマジ痩せなやばいねんけど、ほんまに。でも明日ね結構久々に私のことをじまじま見ると思うんですけど、近くで顔にお肉とかがついてたら言ってください。あれ？やっぱ太った？太ったかな？え、マジでさ、なんかお腹やばい。普通に。ああね、身長変わらんってこと？そう、衣装がやばいってことはあんまないけど、でも衣装着てお腹に肉乗ってるな、みたいな。思う。え、マジでそれ、なんか手首とかはつかへんのに二の腕だけつくねん。え、でもそんなもんなんかな、なんか上からついていくみたいな言うようなお肉って。もうそれやったらなんか手首とかからついてき、下からついてほしいって思いますけど、どうなんやろ。でもそうだったら嫌か、それもそれで。じゃあなんかあのみんなに言われたら嫌やから、あれにしよう。なんかあのトーク会のレナのトーク会の前にレナのトーク会に並ぶ人が一旦集合してエンジンみたいななって、え、誰が太ったって言うみたいな。一旦みんなで集まってなんかちょっとかきれなに今日は太ったって言いたいと思うんですけど、なんか最近あのお肉とか乗ってて太ったって言いたい、今日は勇気をみんなで出して言いたいと思うんですけど、誰が言いますかみたいな。みんなでエンジンして誰が言いますかって感じで決めてください。そうそれか、あの足出してみんなで足出して片足出してイーロハニーホーヘイトーで決めるか、ちょっとよろしく。んでそのなんかその、まあ、代表になった人がどうやって伝えるか、なんか「え、最近かきれの太ったよね、めっちゃ肉乗ってるよ」とか、そういう言い方ダメですよね。太ったって言ってって言っとんのにな。でもそういう言い方はまあエンジン、それもまたエンジンしてもらって、いや、もうちょっとこうやって言った方がいいと思いますとか、みんなで挙手してね、もうちょっとね、オブラートに
あの言った方がいいと思いますとか、あの言ってほしいな。そういうなんかエンジン会議をしてくださいね。もし私が、はい、もし私に何かね伝えることがあったらそう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 、どう伝えるかと誰が伝えるかのエンジンとイロハにホヘト、どっちか。あ、オブラートすぎて、オブラートすぎて気づかれへんパターンそれおもろいな、オブラートすぎて一文字ずつ。あ、おもろいそれ、なんかテレビのさ、なんかキーワード的なえ、マジでお腹肉ついてる。あ、肉気にならんぐらい可愛い。はい、いいね、それいいな、いい表現ですよ結構L サイズがいいかな、やめてやめてやめて、お腹周りね、お腹周り L サイズの方がいいとか。確かに確かに、ぽっちゃりがね、あーいやぽっちゃり嫌やな、なんかなんか嫌やな、嫌やなないように綺麗になったわ。そう、褒めてくれてるやん、見ないうちに綺麗になったな、褒めてくれてるな。ビブラートなんか太ったねブラートに言えマジで死ぬ、おもろいあ、ボード、あ、いいな。だってさ、なんか普通ボードってさ、なんかかきれな可愛いとか、かきれなみたいなボードやん、ん、あ、可愛いボードやと思ってよく見たらぽっちゃりだねおもろいなそれ腹出しの服やめとく、まあ、いいな、いいやん、みんないけるよ、みんなオブラートうまいよ俺とあるいいやん、いいよ、そういうあのエンジンでね決めてください。あ、ダイエット、あー優しい、一緒にね、一緒にしてくれるけ、誘ってくれてんねんな、ダイエット、いいやん、めっちゃいい人やん、嬉しい嬉しい、大きくなったねおもろい、嬉しい嬉しい嬉しい、大きくなったね、嬉しくない、なんか いろんな意味でいろんな意味で嬉しいですね、それはナメクジはオッケー、ナメクジは逆に褒めです、ナメクジは逆に褒めですけどね、逆に褒め言葉M サイズ微妙やな、着るときあるもんな、おっきめの服とかでなエンジン大事やで、みんな加入してな可愛いじゃなくて一回だけなんや、気づかせるためにってことな、それをね聞き分けなかったことな、ご飯食べたらおもろおもろい、成長期最近、確かにご飯いっぱい食べてほしいな、まあ、嬉しいかもしれん、嬉しい痛い、殴られた、まあ、とりあえずね腹出してね、腹出して肉、え、マジでさ、なんかほんまにお肉乗ってるね、お肉が、まあ、乗るのはね、まあ、乗るような衣装とかあるやん、ピチってなってる生地がピチってなってるのは、まあ、皮がねまず乗っちゃうんですけど、まあそんなん言ってる暇ないじゃないですか、はい、ないのでないですよね、そんな言ってる暇はだからね、外寒いよな、昨日の雪ちゃうんかったんかな、あれ雨かな、言い訳ね、言い訳しちゃダメやんな乗っちゃう、
どうしても注射あるじゃん。ちょっとやめてやめて、オウム返しされたらちょっと言い訳みたいになる。言い訳ですけどね、全然。お肉乗ってる方が可愛い。え、それももしかしてオブラート、オブラート系、オブラート系なのかな。待って、じゃあ55分で終わるな。じゃあとかあんまり関係なかったけど、55分で終わるな。ひょうね、どうなるの、あれってひょうなんかな、よくからへん。暑くなってきた。とりあえずとりあえずあのみんなお揃いにしような、服。和風美人ってなんなん、ほんまに嫌やねんけど。いや嫌やねんけどとか言ったらあかんやな。元が良かったかとか言ってくれとうから、ありがとう、嬉しい。嬉しい、ありがとう。明日は衣装なんですけど、寒かったら握手かトーク変える、上に着るか感じかな。明日は楽しみ。ほんまにな、コシオの昔やったらモテてるよねとかね、よくね言われるんですけど。明日衣装やけど、ちょっと寒いかもしれへんから、寒かったらなんか着ますね、着ます。上にカーディガンかなんか分かんないけど。また明日会いましょう。え、そうやで、今もモテてるから言っとくけど。え、ごめんけど。ごめんけど、もうほんまにモテすぎて勘弁。OK、やばい。ちゃんと食べます。ありがとう。そうね、ポートメッセってあるか。事故らないでね、みんな。寒いしね。そう、寒いとこから来る人とかほんまにな。あ、ポートメッセってあれなんや。あの、寒いんや。海、海ね。いや、マジでモテるから、もうほんまに勘弁勘弁。普通に勘弁。ごめん。ほんまにモテるねんな、レナって。結構あの動物とかにもモテるからさ。そうやね、マジで。あんまりな、なんかな、モテませんって感じ出てるけどな。実は、モテちゃうんですよ、結構。まあみんなが結構ね、ガチ恋なのが証明って感じですよね。ガチ恋しかいないアイドル、まあそれだけでね、モテてるっていうのが分かりますよね。ごめんなさいね、ほんま終わり際にこんな当たり前の話しちゃって。当たり前でごめん、ごめん、当たり前で、当たり前でごめん。当たり前でね、ごめんね。そうね、ガチ恋ばっかりからさ。そう、みんな、そう、お揃いにしような、これ服、このハートが可愛いんですよ。ハートが色地もあるからね、よろしく。じゃあね、みんな。いやいやいや、ガチ恋一人やと思ったやん。実は、実は隠してたんですよ。そう、実はね、そこの君もね、ガチ恋だと思うんだけどね。夜？夜ね、どうしようかな、やろっかな。やれたらやりますね。明日告白する人いるの？いや、全員でしょ。え、全員でしょ。告白全員でしょ。告白は全員でしょ、さすがに。さすがにね、さすがに告白は全員やと思うから、ちょっとみんなの、あの、みんなに告白されて、なんか、まあ、断っちゃうんですけど、その、ちゃんとね、考えとくな。あの、断るね。素敵な理由も。そう、よろしく。3秒後でしょ、もう。
もう恋して3秒後でしょみんな。バイバーイ。心拍数上げてこうマジで。そう、告白とね結婚は結構違うから。うんうん、ね、そう、足のために寝てみんな寝てね。レナもちょっとね薬飲みます。オッケー。多分ね全員やと思うけど、告白された人数数えられへんぐらいされると思うけど、あ、また数えとくな。またね。何の告白？もう分かってない人おるわ分かってない人おった。バイバーイ。さらば。また明日か、また今度、また今度会いましょう。バイバーイ。おやすみ。寝てねみんな早く。バイバーイ。バブル送ります、メール送ります。さようなら。バイバーイ。